こんにちは、いちごからのママ、いちごと申します。お願いします。今日はですね、久々の動画になるんですけど、たまごっちのね、一番くじを引いてきたので、そちらの紹介をしたいと思います。よかったら最後までご覧ください。はい、こちらの一番くじがですね、2023年11月3日金曜日に発売された一番くじになってます。ほんと子供の頃にちょっとだけやってたんですけど、なんとね、今回の一番くじの A 賞がですね、欧米版のオリジナルたまごっちになっていて、これね、確か1つのロットに2個ね入ってました。久々にねめちゃめちゃやりたくなりました。A 賞はね紹介しちゃったんですけど、大賞からね紹介していきたいと思います。G 賞ステーショナリーです。こちら選べる全6種でリングノートとクリアファイルセットとポップアップメモがありました。こちらはですね、じゃーん、私はねファイルをもらいました。ファイルが2枚セットになっていて、こっちの柄のやつとこの柄のやつ。私さ、新しいたまごっちあんまりわからなくて、こういうねメメッチとかクチパチとからへんはなんとかわかる。ありがとうございます。本当はポップアップメモが欲しかったんですけど、これもうなくなっちゃってました。はい、次がね F 賞ラバーチャームです。こちらもね選べる商品になっていて、全年7種でした。これめっちゃ可愛いよね、ラインナップ。はい、こちらはですね、じゃーん、このね口パッチのラバーチャームにしました。めっちゃ可愛くないですか。この口パッチ結構好きだったので当たってよかったです。ほんとね、このラバーチャームは結構なくなってた種類が。はい、次がですね E 賞ハンドタオルです。こちらも選べる商品です。選べる商品めっちゃ多かったです。全6種になってます。ラインナップこんな感じです。はい、こちらはですね、じゃーん、この2枚もらったんですけど、でこのねハンドタオルは全部可愛かった。全種類欲しかったぐらい可愛かった。はい、このね2つなんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか。このメメッチのね、このちょっと見ないでくださいよって書いてあるんですけど、お手洗い中なんですよ。これね後ろ赤でした。可愛い、このねマークとか懐かしい。おトイレねちゃんと流してあげないと死んじゃうんですよね。ちっちゃい時は結構まめにね掃除してあげないといけないんですけど、大きくなるとねそんなに掃除しなくてもよかった覚えがある。でこっちが口パッチです。この何とも言えない顔がめちゃめちゃ可愛いです。ここにはねおにぎりが書いてあります。このジャガード素材って言うんですかね、あの一番くじのタオルで、この素材のねタオルめっちゃ使いやすいから、もうあの一番くじのタオル全部この素材がいい。はい、ありがとうございます。これでまたハンカチが増えました。かわいい。はい、次はですね D 賞カードホルダーです。こちらも選べる商品で全7種でした。もう全部選べる商品だから本当に嬉しい。こちらがですね、じゃーん、いちごっちっていうんですかね、合ってますかね、のカードホルダーにしました。いちことねいちごでね可愛いかなと思って、もう結構ね私が見た時はほとんどなくなっちゃってて、これもね口パッチなくなっちゃってた気がする。カードホルダーはねこれにしました。はい、次はですね C 賞たまごっち型ポーチなんですけど、こちらがですね当たることできませんでした。 A 賞からもう C 賞まではねだいぶ上位賞に入ってきてて、これもね多分4つぐらいしかなかったんですけど当たりませんでした。めっちゃね可愛かったんですけど。はい、次がですねB 賞なんですけど、私ね A 賞がもともと欲しくてこの一番くじ引きに行ったんですよ。だってさ680円でたまごっち当たったらめっちゃ良くない？
まあ、確率はね80分の2なんですけど。でね、この A と B で、あとラストワンもあるんですけど、この中でね私が当てた商品が一つあります。私が今回当てた上位賞はこちらです。じゃーん、 B 賞のブランケットインクッションです。反対になっちゃってるんですけど、 A 賞はね当てることできなかったんですけどね、こちらを当てることができました。割とね少ない数で当てれました。これは確か2つだったかな。これさ、最初ブランケットだけだと思ってたんですよ私。そしたらこのクッションもくっついていて、これ多分このブランケットがクッションにねここに入るみたいになってました。でこの一番くじまだね置いてあるお店があったので、そこでね A 賞を狙おうかなって思ってたんですけど、やっぱり80分の2なのでなかなかねいいタイミングが見つからず、多分もうそのお店もねなくなっちゃってるんじゃないかなって思います。はい、今日はねこんな感じになりました。たまごっちを久々にやりたくなったので実家でね探してみようと思います。あのこれぐらいだったよね、めちゃめちゃちっちゃかったんですけど、これを機にまた始めたいですね。ちなみにラストワン賞はこの豆っちクッションだったんですけど、まあ、ここでねクッション当たってるんでこれだけね幅広く弾けたので良かったです。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。またね、一番くじ何か弾いたら紹介したいと思います。じゃあねー。